皆さんこんにちは、パチスロ必勝本の誠です。今回はですね、こちらにありますAスロット北斗の拳賞、この台の機種解説をさせていただきます。このAスロットはですね、いわゆるAタイプ、ノーマルタイプということになってまして、ボーナスのみで出玉を増やしていくタイプの台になります。そのボーナス確率なんですけどもね、設定1だとだいたい160分の1で、6だと133分の1、そしてコイン50枚あたり35ゲームぐらい回る、そんな遊びやすいスペックの台になっております。さあ、それでは早速打ちながら解説していきたいと思います。さあ、それでは早速打っていきたいと思います。で、パチスロ北斗の拳シリーズといいますと、まあ、皆さんやはり中押しというね、打ち方がスタンダードになってくるかなと思うんですけれども、今作も、中押しが、まあ、ベターと言われております。でですね、中リール、上段枠上から上段かなあたりに北斗絵柄ですね、こちらを狙う打ち方、まあ、もう皆さん馴染みある打ち方だと思うんですけれども、これがいわゆる通常時の子役狙い手順となります。まあ、演出なんかも、パチスロ北斗の拳とも AT 機で出たともですね、あちらのかなり踏襲した感じになってるんで、まあ、そちら打ってれば馴染みのある演出かなと思うんですけれども、第一停止で今緑ナビが出ましたね。で、リールは中段にスイカが止まってるんで、整理している可能性があるのは、弱スイカもしくは強スイカで、この場合は右リール、こちらも北斗図柄ですね、右リール上段付近に北斗図柄を狙ってスイカが斜めに転廃した場合は、左青7の下にスイカあるんで、そちらを狙って斜めに入賞すると弱スイカになります。で、当然、まあ、スイカだったりチェリーだったりっていうレア役成立時にはボーナスの可能性があるという感じになってまして、まあ、ボーナスは同時当選がメインかなと。で、単独当選も当然あるんですけれども、まあ、基本的にはレア役入賞した時にボーナスに期待するというような感じになります。さあ、チェリーの出目が止まったので、左は、白バーを目安にチェリーを狙って中段チェリーですね、約ボーナス期待が 33% あるので当たるかな。基本的にはやっぱり発展した方が熱いのかな。発展しましたね。あ、ガルダが出てきました。まあ、これも北斗友と同じ流れを組んでいて、まあ、5射制のいずれかがガルダと戦って5射制側が勝てばボーナスになります。ちょっと修練だとね、一発で負けちゃいました。おお、逆転パターン来ましたね。ここでしかもジャックスイカが成立してるのかな。これはどうだろうな。まあ、多分中段チェリーで当たってるとは思うんですけれども、これでボーナス告知画面に移行します。さあ、今回成立しているのは青同色のビッグボーナスですね。こんな停止系止まるんだね。さあ、ここでですね、このボーナスを揃えた画面でこのプッシュボタンを押すと、まあ、ここにちょっと注目してもらいたいんですけれどもですね、今赤くこう高速点滅してたと思うんですけれども、これで、ボーナスと、まあ、何のフラグで当たったかっていうのを告知してくれます。で、今赤くて高速点滅だったんで中段チェリーで当たってましたよと。で、これが、まあ、低速点滅っていうのだといわゆる弱フラグ、まあ、チェリーの場合だと角チェリーで当たったっていうようなことになります。さあ、今回成立してたボーナスはですね、青7の同色ビッグだったんですけども、ビッグは、全部で4つフラグがあります。青7揃い、赤7揃い、そして赤、青、北斗っていう異色のビッグボーナス、
で最後に北斗揃いのビッグですね。で北斗揃いのビッグ後のみ、次回ボーナスまで継続する RT に突入するという特徴があります。さあそれではビッグ中の消化手順の方に移りたいと思います。さあビッグ中はですね、一度技術介入要素があるんですけれども、その時には予告音を伴います。予告音がない場合は適当しで消化して問題ないです。さあ今レバー音時に予告音が鳴っていざ勝負というね、セリフ演出が発生しましたが、このゲームで、技術介入要素があるという感じになるんですけれども、このゲームはですねチェリーとスイカが同時に立ってます。それでそこをチェリーを取りこぼしてスイカを狙いに行くっていうね、ことで、枚数アップにつながるんですけれども、狙う手順としましては左リール枠上2コマ、そこにですね青7を狙います。そこから中段かな、枠上2コマから中段まで余裕があるので、まあわりかしアバウトに青7狙っても問題ないですね。で、スイカが揃うと、14枚獲得できて、まあ、こうすることによって、このビッグの最大獲得枚数で取れるというような形になります。で、スイカを1回取った後ですね、今また予告音になったんですけども、この場合はチェリーをフォローしますですね。そうすることによって、15枚の払い出しを得られるので、まあ、一度スイカを取った後は必ず予告音になった場合は左リールにチェリーを狙いましょうというような感じになりますね。さあこれでビッグが終了しました。ビッグの獲得枚数は技術介入手順を踏んで、最大獲得枚数が311枚になりますね。さあそれではここからですね、演出面のちょっと解説に移りたいと思うんですけれども、このデモ画面の、プッシュボタンが光っている状態ですね。ここでプッシュをしてもらうとモード選択という項目があります。でここを押すと、いわゆる通常時の演出を変えられるというような感じになるんですけども、まあ、このノーマル、ハート、シュー、ジャギというのはですね、ボーナス成立時の告知パターンがいろいろ変わってきたり、まあ、通常時に発生する演出なんかも変わってくるというようなステージになります。で目を引くのがこの伝承というのと剣士郎なんですけれども、伝承はですね、ボーナスの可能性がある状態ですね、中段チェリーだったり、スイカ、まあ、レア役が成立した場合にここのセグにですねボーナス期待度が数字で表示されます。で、まあ、高ければ高いほどボーナスに期待が持てて連続演出に発展して最終的に告知に至るというようなステージになっているんですけれども、でケンシロウステージですね。でケンシロウステージはいわゆる完全告知のステージになります。で告知時は、まあ、レバー音時か第三停止かな、そのどちらかに、この視聴性ランプですね、レバーの根元にある、まあ、それだったり視聴性焼くものが落ちてきたりして告知してくれるというような完全告知のステージになってます。じゃあまずですねちょっとジャギモードでちょっと打ってみますかですね。液晶にジャギモードと表示されてますけれども、このジャギモードはですね通常時の演出が基本的に発生しないです。ただしレア役成立時には必ず何かしらの演出が発生するので、まあ、かなりメリハリのあるステージになってるかなと思います。まあ、レア役の可能性がないっていう状況なので演出が発生しなかったら敵投資でもいいんじゃないかなと思うんですけど、第一停止であったとかそのいわゆる消灯系の演出が発生することもあるんで、基本的には捕役狙い手順でマイゲーム消化するのがベストかなと思われます。まあ、山椒でスイカとかってまあよくあるじゃないですかね、北斗シリーズではおなじみなのでね。でスイカも払い出しが6枚あるので取りこぼしていくとね枚数的に損をしてしまいますから、ジャギステージ、ジャギモードを選んでたとしても子役狙いは徹底しておきたいところかなといった感じですね。
おっと、これですよ。こういうのがあるんですね。で、中段にスイカ止まったので右もボーナス柄狙って、あ、中段でテンパイしてるんです。強スイカですね。強スイカは中段チェリーよりボーナスの期待度が高いフラグなので、ここで 3アタ出てますけれども、おっと、2ゲーム経っても特に演出は発生しませんが、おーおーおお、ジャギモード選んでると演出が発生するのは基本的にレア役成立時のみって言ってたんですが、リプレイナビが出てて演出が発生してるってことは成立役はリプレイなんでしょうけど、ボーナスが当たってる可能性が高いっていう局面だと思います。さらに発展しましたね。ジャギは出てきませんでしたが、ユダとのバトルに発展でレイが勝てばボーナスになりますね。白鳥は、あ、白鳥います。これチャンスパターンですね。プッシュをして、あ、ブルってて勝ちました。つまり先ほどの強スイカでボーナス同時当選してたという流れになるんじゃないかなと思われます。さあ今回は、青青北斗のレギュラーボーナスですね。でボーナス入賞画面で、このプッシュボタンを押すと成立役を教えてくれるっていう感じで、今回は、緑の高速点滅だったので、先ほどの強スイカでこのレギュラーが当たってたということになります。さあ、A スロット北斗の拳賞、こちらのですね、基本的な打ち方、ボーナス中の打ち方、あとはですね、任意で選択できるモード、こちらの演出の紹介なんかをしてきましたが、いかがだったでしょうか。この後ですね、後編としまして、もうちょっとその上級者へ向けた打ち方、そちらの方を紹介する動画もありますので、そちらもぜひ見てください。それではさようなら。